素晴らしいしだれ桜ですね。なんとこのしだれ桜が今年花を咲かせたらもう老築してるので切るという。寂しいですが危ないということになれば切らざるを得ないという本当悲しいことがありますね。いいしだれ桜ですね。今日は日に日を受けていい桜になってます。いやまだねえ元気そうな見ればでも危ないということで悩まれたでしょう。これを決断するには今年は最後しっかりと映像に収めておきたいと思います。うわいや行きます。だからアップで行ってみようか。ちょっとターンしてこちらからしてみましょうか。うわじゃあ、ひだれ桜さん、ありがとう。さようなら。